からまた投げるたびに違うはず。あー、18メートルから16メートル。スタート。炭谷の肩どうか。タッチはセーフ。盗塁成功です。ですが、ご覧いただきましょう。うん、このタッチをかいくぐっているかどうかというところ、タイミングパンと出てきまして、アウトに覆りました。いつも以上より、いつも以上にボールを持たないといけないという形が出てくるかもわかんないですよね。イーグルスの内野陣がバックアップ、サードの黒川が取りに行きます。まあね、ピッチャーいちいち取りに行くのもね、これやりだしたら切りないですからね。落としてきた。フォアボールです。よく落ちましたけれども、フォアボール。そしてまた帽子も飛んでいきました。海風のつづまりでよくある光景といえば光景で、なかなかね、ピッチャーがこれに今度気を取られてしまうと、それはそれで集中力大変です。ご覧のようなもの、また帽子が飛んでいってしまいました。ちょっとボールを投げるたびにですもんね。そうですね、まあ、本当にこう正面から来る風なんでしょうね。はい。